皆さんこんにちは、マリリンです。本日もご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、お仕事があるのでそれの準備をしていきます。毎日メイクも変わって、使ってるコスメもちょこちょこ変わりました。そちらも注目していただけると嬉しいです。ではまずスキンケアからやっていきます。まずはサロニアのエクストラクリーミーフォームとこの洗顔ブラシ使います。今日はちょっと気合も入れたいのでブラシで洗顔します。でね、私髪の毛明るくなったんで、今回イメチェンして初めてのメイク動画になるんですけど、どんな感じにしようかな。はい、洗顔終わりました。ですぐにスキンケア、こちらドクターシラブの VSS ローション EXR、 こちら使います。これは戸堀先生におすすめされてから使ってて、ニキビ跡もだいぶマシになってきた。本当にすごかったもんな、肌荒れ。化粧水塗ったら次ティルティルの NMF ハイドラアンプルマスク、こちら使います。これ3箱目、毎日使ってる。浸透がすごいんで、めっちゃ肌がねひんやりするんですごいですよ。めっちゃ薄くて、このマスクをね綺麗につけるのがね好きなんです。私次がポーラのホワイトショットスキンプロテクター DX、 こちら塗ります。肌を守ってくれるクリームですね。って言ったら最後にユアンのトリートメントクリーム、こちら塗ります。これもめちゃくちゃ伸びが良くてよく使ってます。スキンケア終わりました。じゃあちょっとメイクやっていこう。気合い入れていくぞ。まずカラコンですけど、パッケージリニューアルする前のやつ持ってきちゃった。ミスティアのリリーベージュ使います。もういつも使ってるやつ。はい、つきました。まずは下地からビブのキープコンフィデンスプライマー、こちらを使います。私鼻の部分が結構テカリやすいので、テカリやすい部分に塗っていきます。このプライマーは全顔も使っていただけますし、私みたいに目元だけとか部分的に崩したくないっていう方は部分用で使っていただいても大丈夫です。次こちらシュウエムラのアンリミテッドブロックブースタースミレレモーブ、これとフォーエドットのハイライターの化粧下地、こちらをミックスさせて塗ります。これだけやとちょっと保湿力が足りないっていうのがあって混ぜてます。こんな感じでいっていきます。こうするとすごいでしょ、ツヤが。でもこのツヤだけでね、結構肌が綺麗に見えるし、シミそばかすも飛ばしてくれるんで照明代わりになるからね。はい、次がビムのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキットの26番使います。26番でもちょっと最近肌焼けちゃったからどうかな。結構ビムのファンデ自体がすっごいカバー力なんですよ。なので結構量乗せちゃうと厚塗り感ちょっと出ちゃうので、まずは薄く本当にちょっとずつつけていった方が綺麗になる。スポンジでひたすら密着させる。ピタッと肌にひっつくようなクッションファンデなので、何度こうやってポンポンやっても剥げてこないです。で最近分かったのが、このシュウエムラの下地との相性がすごくいいなって最近知った。アンドビームめっちゃいいねんけど、これめっちゃ密着するの、ピタッて。肌が焼けちゃってビームのファンデが若干色合わへんから、やっぱりちょっとねこれ使います。ディープログラムのスキンケアファンデーションのオークル20、ビームのファンデより暗めになってます。ブラシで軽くなじませる。目周りは結構アイシャドウ塗るので、しっかりちゃんとのせていきます。 OK です。綺麗でしょ。ディープログラムめちゃくちゃおすすめ。もう本当にね、肌にすごいピタッてひっつくし、馴染むから粉っぽくない。はい、じゃあファンデーション上塗ってったので、次アイブロウいきます。ビーマユピントペンのチャコールです。こちら使います。ドンキホーテで売ってたんですけど、もう2本目です。私これ本当にペンみたいになってて、子供たち間違えてお絵描きとかしちゃいそうなぐらいペンって感じです。全体にブワッと1回描いていきます。はい、こんな感じで塗りました。思いっきり塗っちゃってもね、全然眉毛は透けてるからちょうどいいんですよ。ティントって言っても色は完全には残らないんで、クレンジングで全然落ちる。ただ落ちにくい、汗とかにもすごい強いなって思います。で次はこのスクリューブラシで浮かしていってよりなじませます。で眉毛描いていったら、次こちらリブのマイコンフィデンスブロークリアブラック、こちらを使っていきます。これで眉毛を立ち上げるように、短いブラシの方で上に向かってこうやって立ち上げていく。ブラックって言われると、めっちゃ濃くなるんじゃんって思われがちなんですけど、意外とそんなことないか。次こちらジュディドールのシムリキッドアイライナーダークブラウン。最近見つけたアイライナーなんですけど、9点で買いました。買いだめしてるぐらいお気に入りで、めっちゃ極細のアイライナーになってるんですよ。普通のと比べると結構太さが違う。見て、こんな感じで全然違うでしょ、細さ。眉毛とかまつ毛の毛を描くことができるので、これめっちゃ使ってます。これで眉毛を描いていきます。でダークブラウンなんで意外とね、そんなに濃くないっていう。ア
眉毛描いていきました。でしたらいつも通り眉下整えます。リムのもともとついてる真ん中のコンシーラーの部分で眉下やっていくかな。眉下を綺麗に綺麗に整えます。これコンシーラー塗ったらね、次アイシャドウ塗るんで、もう一度パウダーをこのコンシーラー塗った部分にのせてベタつきを取ります。次アイシャドウや。久しぶりにね、海外のコスメ使います。カイリーコスメティックスのアイシャドウパレット、こちらを使います。中はこんな感じ、もう最高、めっちゃ可愛い色たち。この色から塗ります。次こんな色塗ります。ポン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 とこう、ほんのり、これめっちゃいいな、程よい発色や。すごいヌーディーで可愛いねんけど、最近ね、あんまりアイシャドウの色味をがっつり濃い色のせてないって感じ。まあ、その理由としては本当にこうまつげを目立たせたいんですよね。でちょっとこのオレンジ味の強いアイシャドウでポン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 ポーンと少しずつのせていく感じ。マツパが取れてきたからビューラーしちゃう。ビューラーもよく質問いただくんですけど、 RMK のビューラー使ってます。次を上げて、あ、ホットビューラー温めとこう。一回ビューラーで上げたら、このホットビューラーでもう一度カーブさせていきます。でこの温まってる状態でもう一回上げちゃう。そうするとよりしっかり固定されるのでいいですよ。めっちゃ、まつげ上がったかな。はい、上がったらヒロインメイクのカールキープマスカラベース、こちら使います。これをこう上げるようにスタジオを塗っていきます。次がメイベリンのスカイハイマスカラ、ブラック使います。繊維が入ってないタイプなので、綺麗にそのまんままつげの質感を残してくれるって感じ。自まつげのパチ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 で、まつげが上がったらインライン、こちら、シスターアンのウォータープルーフアイペンシルですね、こちらを使っていきます。もうシスターアンすごいぐらい落ちへんから、これをねインラインいってきます。これぬるぬらへんじゃ全然違うので、しっかりここは埋めていく。で、あとはこの目頭のこの部分をしっかり描いていきます。描いていったら、先ほど使ったこちらですね、アイライナー、これをピュンとまつげ描いちゃう。一本線こんな感じ。次つけまつげ、じゃーん、こちらです。シーンで購入した目尻用つけまつげなんですけど、最近これを使って跳ね上げのメイクをやってるかな。つけまつげののりなんですけど、ミッシュブルーインのアイラッシュグルーです。肌が弱い人でも使えるつけまつげののりになってて、アルコールフリー処方ですね。すごい接着力はあるのに目が腫れないんですよ。で、私あの D アップのやつがすっごいかぶれるんですよね。でもこのつけまののりはかぶれないけど、 D アップぐらいのキープ力っていうのがあるので、肌弱い人にはおすすめかも。これはね、目尻につけます。はい、まつげをつけました。こうやってつけた時に、地まつげと目尻のまつげってちょっと馴染みにくかったりするので、こういうスクリューブラシを使って地まつげの部分ですねをこっち側に寄せちゃいます。そうすると綺麗なセパレートになるので、ちょっとこう馴染ませて、あとはまあ上からをマスカラ塗ってあげてもいいですし、でマスカラ塗る時もただこういう風に上に上げるんじゃなくて、こっち側に寄せていった方がいい。そうするとパチって目開けた時に目尻のつけまつげとすごい馴染むようになります。でそれでもちょっと馴染みにくいなと思ったら、こういう細いアイライナーとか何でもいいです。持ってるアイライナーでこのまつげの際の部分、ほんと毛穴の部分に色を埋めていくみたいな感じで、ちょん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 ってこう。で、これでつけまつげをつけたら、下アイラインに引いていきます。さっきのシスターアンのジェルライナーでちょっとだけこうチョンチョンってこう斜め下にぼかしていきます。この2色を目の下に塗っていきます。次がこちらですね、涙袋ペンシルの032番、ハニーベージュ、こちらを使います。これを目頭の部分、涙袋じゃないんですけど、ここに入れることで目元に立体感を出してくれるので、もう塗っちゃうって感じかな。でもう一度このホットビューラーでまつげをぐーっとこう下に下げていきます。で先ほど使ったヒロインメイクのマスカラ下地を下に塗って、下のマスカラ下地をつけたら、もう一度ホットビューラーで毛が下に向くように当てていきます。次メイベリンのマスカラですね、塗っていきます。次はセザンヌの各二重ライナー、こちらを使います。定番中の定番です。
でちょっとバランスを見て目頭の部分はアイライン引いた方がいいかなと思うんで、シスターのこの上に塗っていったペンシルライナーを使って目頭の部分にアイライン引きます。次がエチュードのティアアイライナーの101番使います。ここに塗ります。めっちゃ塗りやすいし可愛い。めっちゃいい感じ。こうまぶたを動かした時も綺麗やし、でそんなにラメラメしてないんでツヤっぽく見える。まぶたがアイシャドウをちょっと目尻だけちょっと濃くしようか。うん、かっこよくなった。アイメイクできたのでベースをやっていきます。同じやつ使います。鼻はもう塗ってるのでそこは避けて上に塗ります。はい、こんな感じですね。ツヤツヤでしょ、めっちゃ綺麗になるんですよ。でこれ塗ったらビムのファンデーションキット塗ります。今日はあんまり厚っこくしたくない。もう軽くのせて、肌はめっちゃ綺麗に見えるけどそばかすはちょっと残ってるって感じ。パウダーですね。次リープログラムのスキンケアファンデーション、さっき紹介したものです。肌がね、私ちょっと首と若干色違うのでこれをポン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 とのせてパウダーしていきます。軽くでいいです。あんまりのせちゃうとツヤ感が失われるので。そしてノーズシャドウ、ここ重要なのでここにしっかり影を入れて、はい、でしたらチークですね、ペリペラのピュアブラッシュドサンシャインチークの2番ミルクティーコーラルを使います。すごいマットで可愛いこれで、鼻先にもちょっと塗っちゃいます。鼻先に塗るとキュートになるんで。はい、で次ハイライト、最近結構使ってます。ボビーブラウンのブラッシュハイライトデュオ、いつもこのチークを使うんですけど今日はハイライトだけで、なんかこう濡れてるように見えるハイライトなんですよね。それですごい気に入り使ってる。で最近鼻筋もちょっと入れちゃう。ここ一回飛んでここ塗ります。そうするとバッとこう縦に塗ってる感出ないので、あとは変わらずここですね。横向いた時に綺麗なので。ただあんま塗りすぎるとちょっとテカってるように見えるので、ほんのり光が入るぐらいすーく指で伸ばす感じ。これ本当にめっちゃつくんで、クリームハイライト塗ってるみたいなツヤ感になるんでめっちゃ好きなんです。最近すごい気に入ってて、こんな感じ。ほらすっごいツヤツヤグロッシーに見えるじゃないですか。でもパウダーなんで崩れないんですよ。 OK、 めっちゃいい感じ、かわいい。で次リップやっていくんですけど、このカイリーのパレットアイシャドウのこのカラー、これを唇に塗っていきます。私ここ境目があんまりはっきりしてない唇してるんですよ。なのでこんな風にちょっとこうほらはっきりしたじゃないですか。でちょっと陣中が狭まるので、こうすると立体的でブルッとした唇になります。次がメイベリンのステイマットインクの255番、こちら使います。あれね、カナイラ、これを塗っていて乾かしてる間に、次こちらボビーブラウンのこちらラメナ入っているグロスですね。マットリップの上から、可愛すぎません？ラメなのでこう塗った時にこうグロス特有のべったり感のツヤってよりかはラメのツヤ感で、マットインクめっちゃ強いんでこうやって重ねてもムラができないんですよ。もうこの組み合わせめちゃくちゃおすすめ。次最後にこちらレブロンのカラーステイロックセッティングミスト、これテカリ防止とあと化粧崩れ防止してくれるミストです。ちょっとね、初めて使うんです私これ。うん、これで崩れませんように。メイク完成しました。じゃあヘアセットしていきます。バシッと決めたいかな。髪の毛の色めっちゃいい色じゃない、ちょっと落ちてきたんですけど結構いい感じで、まずはこのイチカミのねミスト、これでちょっと全体にかけていきます。これいい匂いやしめっちゃ好き。でこうやって縛ってで、まずはポニーテールにしちゃう。で、ここしっかりくっつけていきたいんで、こちらバブロポマードストロングホールド、これめっちゃしっかり決まるのでこれを使います。で、今産後のアホ毛とかすごいのよ。それをもうしっかり固めるって感じ。でもスプレーみたいな感じでカチカチにはならないんですよね。やったらもう普通にここくる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 で、ここを残す。ヘアゴムでこういう感じで、このワックスでこれをちょんちょんってこう広げていく。結構このヘアスタイル楽やけどおしゃれで好き。こんな感じですね。で今キャミのワンピ着てきました。これシーンで買った服なんですけど、こういうスリットの入っているワンピースになってます。ちょっと今日はね肌寒いのでシャツ着ちゃってます、上にね。でピアスはかわいい、これシーンで買ったピアス、めっちゃお気に入り。
ネックレスもつけました。もうこれにさサングラスつけたらめっちゃ可愛い。完成いたしました。はい、メイクこんな感じです。ちょっとこうシュッとしたアイラインとヌーディーな雰囲気にしていきましたって言っても、もうこれが最近の毎日メイクなので、まあ、結構ね新しく使い始めたコスメもたくさんあったので参考にしていただけると嬉しいです。それではまた皆さんお会いしましょう。バーイ。